召海尔。皆様、本日は香港青年商会と公益社団法人姫路青年会議所姉妹締結25周年記念式典にご参加いただき誠にありがとうございます。女性とともに本日の司会を担当いたします、エルビスです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ポルトガルとフォークダンスは地域や踊り子さんの職業などによってそれぞれ違う振り付けになります。今から25年前、1991年6月22日、香港青年商会と姫路青年会議所が姉妹JC締結をしました。今年で姉妹締結25周年を迎え、今年の5月月、香港JC が姫路青年会議所の60周年記念式典をお祝いに行きました。その際に香港JC がマカオのいろいろな特色あるの商品を集めてミニエキシビジョンを用意して姫路 JC に紹介しました。さらに姫路市市長とお会いでき、いろいろな地元企業を訪問させていただきました。まずはじめに2016年国際青年会議所世界北海道 JCI センターチアマンインより JCI グリッドミッションそしてビッションを紹介していただきます。開会のご挨拶に続きまして、主催者を代表いたしまして2016年香港青年商会ジェスト理事長より歓迎のご挨拶とご来賓のご紹介をさせていただきたいと思います。ジェスト理事長、よろしくお願いいたします。それではここで本日ご認識いただいておりますご来賓の皆様を代表いただきまして4名の方々より食事を頂戴したいと思います。まずはじめに2016年姫路青年会議所神沢所太の理事長よりご挨拶をいただきたいと思います。どうぞご登壇ください。続きまして25年間の姉妹関係の歩み、香港 JC と姫路 JC の記念ビデオをご覧いただきます。